はい、ゲームコレクターの崎寛です。チャンネル登録よろしくお願いします。今回紹介するのはナルト最強忍者大結集3-4DS。 トミーが2005年4月21日に発売したタイトルで、定価は税抜き4800円。パッケージの表面を見るとね、まあナルトが真ん中にいて、まあかがんでこう、なんだろう、クナイっていうのはこれ武器をこう構えてるのですが、まあ左右にね、これ敵対してるところなのかな、こう左右にねこう向き合ってるのがあって、あとナルトの奥にね二人がいるんですけど、あんま作あんまりナルト詳しくないんであれなんですけど、まあ左右の戦ってる雰囲気っていうのは、これナルトの味方、左が味方じゃないのかな、多分そんな感じかなというところです。はい。で、右上にね、トミーのロゴがあり、右下にはね、セロ、全年齢対象のね、アイコンがあります。で、NTR-ANRJ-JPN のコードが振られています。で、側面を見ると、ナルト、ね、ローマ字読みとナルトがね、こう縦に、横に、横書きが縦に入ってて、で、カタカナナルトの後、最強忍者大結集3-4DS。4DS がまだ傾いてる。だから英語表記は倒した時に読みやすく、漢字とカタカナの表記は縦になってると。まあそういう感じですね。で、これ 3-4DS なんですけど、まあ DS で出たのが今作からで、まあその前はね、他のハードで出てましたという、まあそういうことです。で、トミーのロゴがありますね。で、裏面を見ると、タッチスクリーンで忍術発動だってばよーということで、ナルトが任天堂 DS に横スクロールなりきり忍者アクションとしてついに登場。ということで、スクリーンショットがあって、タッチスクリーンでチャクラを、練って、練ってでいいんだよね、これ。チャクラを練って忍術を発動するのは君だ。で、真ん中のこの DS 本体にね、ガマ・ブンタ・口寄せって書いてあるけど、わからない。まあこれはまあ原作知ってる人はわかるのかな。で、左側の方には、左下の方にはボイスもたくさん入って迫力満点。君だけの3マンセルで進め。3人1組を変えを3マンセルと読ませるわけですね。で、右側の方に行くと、右上の方に行くと、マイクに息を吹きかけて、カトンの術を発動。で、影真似の術もタッチスクリーンで。で、まあ、この辺は 3DS じゃないや、DS のね、Nintendo DS の本体を活かしたギミックが入ってて、まあ、過去の作品とは違うよっていうのをアピールしてるところですね。で、仕掛けがいっぱい、仕掛けいっぱいの広大なステージを駆け抜けろ。強敵、音人がついに登場。ということで、音人の絵柄を見ると、なんとなく、パッケージ表面のね、右側にいる奴らっぽい、かな、髪型的には。まあまあいいや。で、トミーでは子供たちに安全で楽しく商品という目を第一に考えております。なんで結構ね、これ多分定型なんだろうな。まあトミーのアドレスあるんですけど、今宝トミーになってるんで多分このアドレスに行けないんじゃないかなと思います。で、ジャンルが横スクロールなりきり忍者アクション。で、一人用となっています。で、コードが NTRP-ANRJ-JPN ですね。で、パッケージを開けると、中には、取扱説明書、ゲームカード、クラブ任天堂のポイントカード、アンケートハガキが入っています。で、取扱説明書の表紙を見ると、パッケージのね、表面と同じ絵柄になっていますが、まあ、左右がだいぶ切れて、あ、じゃないな。左右にいるキャラクターは、もう少し広めにね、表示されてたのが、ちょっとかなり削られてね、首筋まであったのが顔だけになってたりとか、なんかそういう感じになってる代わりに、ナルトは縮小されながらも全身がちゃんと映るようになってて、
後ろのキャラにもね、ナルトが被ってるって感じで、まあ、ナルト中心に、まあ、調整され、当たり前なんですけど、調整されてる絵柄になっています。で、開くと、この度は任天堂 DS 専用ソフト、ナルト、最強忍者大結集 3-4DS をお買い上げいただき、誠にありがとうございますとね、まあ、いつも通りの表記はあり、で、目次のページに物語ってあって、木の葉の里に再び、オロチマルが攻め入ってくる。今回は音人4人衆を引き連れて里を守るため、そして、友を守るため再びナルトたちは立ち上がるということでね、物語というにはちょっと短い文章だけど、まあわかるっちゃわかるね。で、基本の操作方法ということで、まあ、DS ね、初代のね、懐かしい DS 本体にいろいろと書かれてますが、まあ一応、まあ基本的には、上画面が、ゲームは主に上画面で進むよってあって、下画面はイベントや忍術で使うぞという、まあそういう感じで、タッチスクリーンの活かし方とか、あと普通のゲームのね、まあどっちがやりやすいかっていろいろ検討された作りになってるかと思います。で、次のページ、ゲームの始め方。まあいいか。で、スタートメニューを選ぼうで、初めから続きから絵を描く。絵を描くっていうのが、いたずら大好きのナルティになったつもりで、落書きを楽しめるよ。詳しくは22ページを読んでね。ってことで、落書きか。まあ、なんか DS の初期らしいですね。うん、で、スリーマンセルを作れ。キャラクターを選ぼう。ゲームは、戦いを進めていくメインキャラ1人と、2人のお助けキャラの3人1チーム、まあ、スリーマンセルで進んでいくよ。メインキャラはナルト、サスケ、サクラ、リー、ネジの5人の中から選ぶのだということですね。そういえばだからサクラがパッケージ表面にいなかったんだよね、多分。まあいいや。で、お助けキャラについて、お助けキャラを選べ。あと王子はいろいろ、まあいろいろありますけど、まあいいか。で、次のページに行くと、ゲームの主な流れ。1、スリーマンセルを作る。2、ステージを突き進め。3、ボス戦だ。4、評価が出るぞ。ということで。まあ、わかりやすいですね。で、1人ミスとゲームオーバー。メインキャラの残り体力が0になるか、ステージから落っこちてしまうと1人ミス。そのエリアの最初から再スタートだ。残り人数が0の時に1人ミスすると任務失敗だ。まあ、当たり前っちゃ当たり前だけど。このぐらいの時期からもうゲームオーバーの概念がだいぶ、まあ今だともっとね、わかりにくくなってるかもしれないけど、まあそういう時代上にでしょう。で、ゲーム画面の見方。ということで、まあこれは上画面が横スクロールアクションで、下画面が演出とかね、あのキャラクターの表示ってことになりますかね。で、次のページにね、ミニゲームの時っていうのがあって、上画面でゲームの説明、下画面でゲームのプレイとなっているんで、まあ、2画面あるとね、こういうなんかちょっとインストじゃないけども、なんかそういうようなね、扱いに片方の画面を潰せるということですね。うん、で、キャラクターの基本操作ということで、ここはまあ、なんだろう、さっきの本体のページとは関係なく操作が一通り書かれてますね。で、次のページもその続きがあって、まあ、代わりの身の術とかちょっと特殊かな。うん、で、キャラクターの特殊操作ということで、まあ、壁歩き、走り、壁ジャンプとかね、まあ、でも特殊っていうか、まあ、忍者系のゲームだと結構当たり前っぽく見えるんだけど。で、王子。メインキャラの王子発動。ということで、これはナルト連弾って例があるけど、ナルト以外もそれぞれのメインキャラで違う王子があるのかな。うん。で、王子発動の操作方法ということで、まあ、下画面使うってことですね。チャクラを練るっていうところと、で、口寄せの術が、タッチパネルをタッチするから、あれか、別に口を寄せる必要はないのか。まあいいや。はい。で、次のページに行くと、陰を入力せろ、点結をつけ、息を吹きかけろってことは、まあ、息を吹きかけろってやつは、まあ、ゲーム、ギミックによってはあるということですね。で、飛び道具アイテムというページにはいろいろ道具アイテムリストがありますね。で、ステージの仕掛け、
ステージには様々な仕掛けが待っている勇気を持ってクリアしていこうということでね、矢印とか、矢印っていうのは仕掛けというか、ナビでしょ。で、落下注意とかね、落ちる板、壊せる岩、針の板、転がせる岩、まあ、仕掛けっていうか、ちょっと弱いなぁ。で、次、ステージの紹介。第1話、襲来、オロチマルの野望。第2話、音人四人衆剣山。第3話、密林雲との戦いってあるけど、多分ね、今回のプレイ動画はこの1話の途中で終わってんじゃないかな。で、攻略の巻物。壁ジャンプでピンチ脱出とか、その2、王子を考えて仲間を選べ。これ何なんだろう。壁ジャンプへピンチ、壁ジャンプでピンチ脱出。間違って壁や板から落ちてしまっても慌てるべからず。タイミングよく壁を蹴って壁ジャンプで登っていけるところは多いのだ。最後まで諦めるな。まあ、攻略っていうか、だいぶ低レベルな案内なような気がする。攻略じゃないような気がするけど。まあいいか。で、お絵描きモードについて、ここにこれだけなの？なんかさっき22ページってあるけど、こう22ページの下をちょこっと書いてあるだけなのね。お絵描きモードについて、スタートメニューで選べる絵を描くモードでは、ナルトがいたずら書きしたように、タッチペンを使って落書きができるよ。左のパレットの好きな色をタッチすると、その色で、書き込めるのだ。消しゴムをタッチすると、描いた落書きが消せる。スタートメニューに戻るときは B ボタンまたはエグジットをタッチするのだ。まあ、だいぶおまけ感強いですね。で、キャラクター紹介。渦巻きなると。あ、ここに王子でね、いろいろ、王子がいろいろ書いてありますね。うちはさすけ。で、さくらと、ロックリー。で、ネジ。ヒューガネジ。ここまでがメインキャラですね。で、その下のお助けキャラとして、奈良しかまると、秋道長治、犬塚騎馬、油目しのかなと4人。まだいんのかな。で、次のページまだいた。ガーラ、山中伊野、カンクロウ、手まり、で、ヒューガひなた、畑、かかし、で、マイトガイ、テンテンの8人。あ、だそ、前のページに合わせて12人いるのかな？お助けの方は。で、ここで終わりなんだよね。説明書としては終わりで、次が、これが、トミー公式、ナルト、最強忍者大結集3DS の、これは、V ジャンプのね、攻略本ですね。の広告が入っていて、次のページは、劇場版ナルトと、これはなんだ、ゲームキューブのナルト、これはなんだ、ゲームキューブの、ナルト激闘忍者対戦3が、ナルト3かな、激闘忍者対戦3かな。と、あとは、携帯でナルトが遊べるということで、まあ、ナルト、ガラケーの時代ですね、まだ。まあ、いろいろと宣伝がね、ここ入ってて終わりということになります。で、ゲームカードを見ると、これはパッケージ表面とかで使われているナルトの上半身がアップで映されているようなね、感じのビジュアルになっていて、コードが NTR-ANRJJPN ですね。で、クラブ任天堂のポイントカードは C-NTR-ANRJJPN のコードで、ポイント登録有効期限が2007年4月30日まで。で、アンケートハガキは、これ、トミーアンケート11係行きって入ってるんですけども、一応、コードがね、NTR-ANRJJPN と入ってて、コピーライトも入ってるから、一応、ナルトのね、このゲームのハガキということはわかります。ただ、表面にはナルトとは特に書いてませんね。で、裏面を見ると、ここにナルト最強忍者大結集 3-4DS って入ってますね。で、このゲームで、遊んだ感想はいかがですかって、これ5段階表記ね。ゲーム性、グラフィック、操作性、パッケージ、解説書、おまけ、続編が欲しいですか、これは、続編が欲しいですかは、はい、いえですね。ただ、ゲーム性っていうのが、ゲーム性の意味がね、まあ、面白いとつまらないの5段階になってるから、ちょっとよくわかんないんだけど、はい。で、ナルト最強忍者大結集、前作を持っていますか、
大結集1、大結集2、いいえってことは。まあ、両方持ったら多分1とに丸つけるのかな。で、ナルトの中で好きなキャラクターは何ですか？で、このゲームを買った理由を教えてください。漫画が好きだから、アニメが好きだから、システムが面白そうだったから、好きなゲームジャンルだったから、おまけが良かったから、その他。で、この商品を何で知りましたか？週刊少年ジャンプ、V ジャンプ、テレビコマーシャル、雑誌広告、雑誌記事、新聞、お店、インターネット、メール配信、プレゼント、その他ってことって、まあ、ジャンプ完全に優先で、ゲーム機はあんま気にしてない感じかな。で、持っているゲーム機周辺機器に丸をつけてください。プレイステーション、プレイステーション2、PSP、ゲームボーイアドバンス、ゲームボーイアドバンス SP、ゲームボーイ、ニンテンドーゲームキューブ、ニンテンドー DS、携帯電話。まだガラケーの時代です。はい。で、一番遊んでるゲーム機およびソフトはどれですか？一日にどのくらい遊びますか？ってそれぞれ書くようになっています。で、今欲しいと思うゲーム機に、周辺機器に丸をつけてください。プレイステーション2、ゲームボーイアドバンス、ゲームボーイアドバンス SP、PSP、ニンテンドー DS、Xbox、携帯電話、VHS、パソコン。これ、もう DS 出てるのにゲームボーイアドバンス SP とかゲームボーイアドバンスがちゃっかり入ってるのね。はい。で、よく読むテレビを教えてください。よく読む雑誌を教えてください。好きな漫画を教えてください。今一番欲しいものは、今までのトミーのゲーム機で買ったことあります。ゲームを買ったことありますか？で、お持ちの方はソフトを教えてください。で、トミーのホームページもしくは携帯コンテンツを見たことありますか？トミー商品情報のダイレクトメールを送付を希望しますか？その他ご意見、ご提案ございましたらお聞かせください。まあ、そういう時代なんですよ。いろんな意味で。はい。ということで、パッケージに興味を持った方は、ぜひ新品を探してみてください。どうしても見つけられない人は、まあ、中古でもいいかな。